さんってね、怒ってるみたいに見えるけど、本当は優しいですよ怒ってるみたいに見える本当は優しい本当は優しいそう、かわいいし優しいどうぞーちょちょちょ、本当に、あの、お邪魔しますねなに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 ごね、あのねリスナーの方からね、こういうおはがきが来てるの何によ、な聞かせてみラジオネーム、とぐろ三兄弟 <laughs> え、あそこ3人だったの。<laughs> 臨時の皆さん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。はいつも楽しくラジオ聞いてます。ありがとうございます。僕は星出さんが去年のエイプリルフールに行っていたメンバーの皆さんが1日だけ解明するというくだらない企画が好きでした。<laughs> <laughs> 懐かしい。今年もエイプリルフールは皆さんで何かするのだろうと思っていたので、うん、何もなかったことにずっとモヤモヤしています。<laughs> そこで今回は皆さん嘘にまつわる企画をやってみるのはいかがでしょうか何<え>とてつもなく面白いゲーム楽しみにしてますめっちゃハードル高くないとぐろさん兄弟ハードル上げてきましたよ <laughs>、ね、<え>真ん中かな次男っぽいですねそう,そういうこと考えるのねとぐろさん兄弟ありがとうありがとうございます肩凝るからあんま乗せんなよ <laughs> <laughs> 乗せてんだ次男も <laughs> まあそんなわけでねうん 今年確かにやんなかったですよね。やってない忘れてた。なんだっけ名前なんだっけ。私はねえっと山本美紀。いや覚えてない。なんだ金村なんだったかなんだか忘れた。ああ金村だった。金村さん名前なんだったかな。忘れた。俺ゴーマポンタル大好きですよね割とって。俺ゴーマポンタゴーマポンタルのアカウント持ってるからね。あそうかみんなフォローしてください。 まあそんなわけでちょっと今回はね嘘にまつわるちょっとゲームをやってみようかなって思ってましてこれから僕がちょっとお話をしますその中で一個だけ嘘があるんで当てるのどれが嘘なのか当ててください,い何択何択 なんうか会話の中で会話のどこの部分が嘘かってことああわかりました俺がとりあえずだって喋るからそのうちのどれが嘘か当ててほしい全部聞いてから答えそう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 てうそ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 んそう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 わかりましたそう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 そらそ エプリルフルのそうそうそうわかりました。何わかった何わかったの？そう当てるっていう。そうそうそう行きますよじゃあお願いします。あのちびまる子ちゃんにまつわるお話をちょっとさせてもらおうと思うんですけど、まあこれ結構有名な話なんですけど、まあそもそもお二人が知ってるか知らないですけど、友じいさんが実はタチ悪い人だって知ってました。知らない人でしょ？ めちゃめちゃあの原作というかアニメだといい人じゃないですか。実はあのじいちゃんってめちゃめちゃタち悪い人なんですって。えー、そう。あれはその桜ももこさんがエッセイで猿の腰掛けっていうのがあるんですよ。うん、それの中で書いてるやつで、実はあのおじいちゃんってこうあってほしかったっていう桜ももこさんの理想なんです、えー、想像なんです、うん、で、例えば、うん お姉ちゃんの風呂まちゃんのお姉ちゃんの風呂をそこそこ大きくなってるお姉ちゃんの風呂をの覗くとかなんかボケたふりして覗いたりとか孫たちとか家族が貯めてるお金を勝手に使うとかやだあとは食べ物でんか好きな自分が好きなおかずが出た時だけまだ食べてないって嘘つくとかボケたふりをするのそれでで暴力とかも振るう人でで あの亡くなった時友蔵おじいさんが亡くなった時うれ、ん、しすぎて「お姉ちゃん大爆笑したの」って「えー、やった!」って言って大爆笑して親族の中で泣いたのが一人ぐらいしかいなくて、うん、あとはもう全員大爆笑しててしかも急に亡くなったかなんかで、えー、普通ほら亡くなった時って白い布かけるじゃないですか、うん、あれがなくてお祭りの時に使う手拭いかけたら ちょうど顔のここに真ん中に祭りっていう文字が来てる。嘘 <laughs>、えー、でしょ。お姉ちゃん、さらに大爆笑したっていう話があって。えー、そう。だから実は、友蔵さんは、うん、あんな野菜、心なんとかで俳句とかってやってるけど、うん、実は本当はたちが悪い人だったっていう話です。え、うん、それの、今の話でさあ、この中に、ああ、そっかそっかそっか 1>、はい。1個だけ嘘があります。1個 1> はい。 むずくないですか一つずつ出してください。いえ、今の会話の中で。絶対怪しいのは祭りだけど、祭りは絶対本当だと思う。でもみんなが笑った、だから祭りで笑うのは分かるけど、死んで笑うってなかなか確かに。一人しか泣かなかったが私嘘だと思う。ああ。なるほど。うん。私みんなが笑ったが嘘だと思う。なるほど。なるほど。それでいいですかうん。いい。

なんかわかんない、けどハゲてるイメージなんだけど、ハゲてそう、そのツルボやろう釣り、釣りでほら、ゲボって聞きた。じゃ、あ次行っていいですか。行きたい、行きたい。いいですこれ結構面白いですよね。行きたい、面白い。じゃ、あ第二もいきますね。お願いします。ドラえもんにまつわる話です。ドラえもん。これも結構有名な話なんですけど、実は僕。みんなに言ったことわからないですけど、僕実はトリビアの泉に投稿したことあるんですよ。ええ、知らなかった。そう、その内容っていうのが。スネ夫には弟がいる。へえ、知らん。 スネ夫ってもともとはあのー、ドラえもんが始まった時、うん、弟がいたんですよ。へ<ー>なのにずっとその人が出てこなくてうん、うん、ある時ポンって20巻ぐらい経ってから急に出てきて、うん、スネツグ君っていうんですけど、うん、スネツグ君、うん、でそれは、えっと、スネ夫のお,じ、えっと、お父さんの兄弟だ。おじさんがカナダにいるんだけど、うんうん、そのカナダのおじさんのとこに子供ができなくてうん、うん、養子にもらわれてたんだって。 結構なエピソードじゃないですか確かに。んかまあ別に言っちゃいけないわけじゃないけど重たいよね。確かに時代的には分かんない、ね。そ,ね、その当時は許されたかもしれないけど。うん、で藤子不二雄先生に「何で恒次君って出てこなかったんですか?」って、うん、あんだけずっとしかもあんな重たい内容で出てきたのな何でなんですかって言ったら「忘れてました」って。よ キャラクター多すぎてそういえば「常次」最近書いてないって15巻とか20巻ぐらい書いてから思ったんだって理由をつけるから理由をつけるからおじさんとこに養子に行ったっていう話にしっていうこの話の中にがあります楽しんでいただけてありがとうございますあんね私パールさんの性格知ってるからそっからくの な分かりやすいところじゃないと思うんですよねだからっけ的ななねねみたいおじさんのところがカナダじゃなくてハワイと思うと私はそう細かい名前じゃないかとでも違うかそんな分かりないまあ字なんだから「次」みたいななんかねそういうのあるけど「次」とかねまあ分かんない。 でもスネオなんだね。まあそうね。スネローとかじゃないもんね。スネロー。いや弟の名前。いや、名前。そんな分かりやすい。パレザンですよ。確かにね。いや、でも名前にするわ。名前名前。あじゃあさっきも名前に。さっき違う。さっきもハワイと。正解は。これ正解だろカナダじゃなくて。ほら ニューヨーク言わなきゃよかったのさっき言わなきゃよかったのに俺ドキーンってしたんだからニューヨークニューヨークおじさんがいるとこ惜しくない惜しかったの。惜しいね。すごいよかったね。パレさんの性格まで読んでそうや。まあ、もうちょっと時間ありますよね。あ、じゃあ、ちょっと最後にもう一回いきますか。ちょっと次。皆さん、結構まあさっきはね、分かってくれたけど、まあちょっと簡単にするために、次のは間違いが、 三つありますやだー全部間違いみたいなもんじゃないの<笑><笑>そのどれが間違いだったかっていうのをあ分かりましたまあちびまる子ちゃんドラえもんでてきたんで、うん、最後はサザエさんでいきましょうそうです、うん、ねねやっぱ、ねうん、サザエさんのじゃんけんあるじゃないですか、うん、あれに絶対勝てる方法があるっていう噂が流れて、えーうんうん。それはえっとえっと ほらほらみんなの光がするサザ,エサ,サザエさんは愉快だなの最後のとこに家が出てくるじゃないですかその家の煙突から出てる煙がありそうだな違うんですって、うん、へ煙突から丸が出てるときはその日はグーを出すんだって でなん,かあのなんとかカラーみたいなこうにょろーってネジが縦に伸びてるみたいな煙突から煙が出てるときはチョキを出すんですってで何も出てないときはパーを出すんですってサザエさんが。<laughs> で俺もそれ,それネットで見つけて検証してみたんです、はいうん、実際テレビで見て何週間も録画してみたんですけど、うん、まあそんなことはなかったっす。へー でなんか聞いたらもう三十年ぐらいあれ始まってから三十年なったってジャんケン。さっきってだからほぼほぼ知らないじゃない。ガフフの時代知らないでしょ。知らない。ガフフの時代知りました。知ってますね。ピーナッツをこうやって食べる。ああ知らない知らない。あの詰まっちゃう。そうそう。子供が詰まらせてるからって言ってやめてじゃんけんになったっていうのがあったんですよね。まあちなみに余談なんですけど、俺あの人生で一回だけあの。 うんこ食べたことありますえ。余談だね、だいぶ余談だね。うん、さあ、この話の中に <laughs> 最後ぶっこんできたな。三つ嘘があります。最後じゃん、絶対。最後は一個だよね。うん、でも違うな、わざわざ入れてきてるってことは、うん、食べるでも、いつ？つでも自分のかどうかもあるよ。だってうん、ほら例えばウサギとかだったらイケメンのフライアン正式。<laughs> うん。さぎのとかだったら、なんかいけそうな気がする。ちょっと。もした何かとかね。うん。じゃ、ももう、ばんばん言ってもらって構わないです。あ、じもう思ったら言って。もらってまず、それと、でも、それはとりあえず入れときましょう。じゃ、あそれじゃ、答えますね。それ。じゃんけんってまだやってた。じゃんけんやってます。じゃんけん。じゃんけん。それと。食べたことあるか、食べてないか。それは、嘘です。あ、よかった。あ、いろんな意味でよかった。あ、よかった。じゃ、あ一個正解ですね。あ、何週も録画してた。 嘘。お、素晴らしい。そう、俺は検証したことないです。ほらね、私は煙が出ない煙突から煙は出ます。でもさ、ちなみにち全部丸です。全部丸。全部丸。煙突から出る。あ、じゃあそれが嘘ってこと？それそれはだからそのそこそこはいいじゃないっていうこと。ああ、なるほど。そうか。もう一個がかなり難易度高いですね。何？え。 煙突から出てる煙でじゃんけん笑わしてるあもう本当と笑わしてない笑わしてないだからああもう話忘れちゃったもう一回話してもらっていいですかいやしんどいちびまる子ちゃんのこれはぜひ皆さん巻き戻して聞いてみてください再生のこと違います僕がどこを嘘ついてたか 嘘が三個あるってことが嘘だ違う違うあ、違った大きい声で何言ってるのごめんこれは普通にごめんなさい3個目の僕がついた嘘は皆さん巻き戻して聞いてくださいね何ほらほらみんなのっていう歌詞ではないです 普通にったかと思うじゃん、ね、<laughs> 確かにそれはね私たちが許してた正解はあれほーらほーらーですね。はそうですね、はい、音程も若干違っ何面 <laughs>、ね、面白いなに面白いだいいんん <laughs> ここで満足していただけたんじゃないかなということいやーさすがエイプリルフールも浄化されたんじゃないですかこれがいつ流れるか知らんけどエイプリルフールの話してねでしねこの番組は隣人の隣人による隣人の皆さんのための眠い急に今言うの忘れじゃあじゃんけんして終わる。じゃんけんしておしでさんいつもねツイッターでじゃんけんやってるからちょっとそうよやってた気がするあれじゃんけんなんて言うんでしたっけ 来週もまた見てくださいね。あ、そうだ。来週もまた見てくださいね。じゃんけん。あ、俺もやんの。みんなやんの。三人でやる。なんでですか。大丈夫さちゃりなささっきでいいさっき。え、嘘。いやだ重にだから嫌だ。どうもいだ。じゃあじゃ俺がやるよ。お願いします。じゃああの最後に挨拶してからね。うん。 えー、お聞きいただきありがとうございました2 0一号室のやっぱり一ノ城でした2 0二号室の走れさきなでした2 0三号室の須田絵馬でした来週もまた聞いてくださいねじゃんけん昔のチョキほらねパルさんしてよかったっしょ <laughs> <laughs> ああ頑張った俺 <laughs>